子供のお悩み相談第2弾。バック前を持った状態です。ラケットを緩く握ること、そして手首よりもヘッドが、ね、しっかり前に来て、このラケットの先端でシャトルを捉えること、やってみましょう。じゃあ今さ、ここの手の部分はなんとなく分かってきたでしょ、はい、さっき言ったからね。じゃあ続いて足のポイントを言っていきたいと思います。さっきね、やってるとこ見た感じだとちょっと足の音がね、ボンってしちゃってたから、この足着地するときにより静かにというか、より柔らかく膝とか足首とかを使って着地するっていうことをやっていきたいと思います。ちょっとフットワークしてみて。でこれがね、結構難しくて、やっぱり子供に多いのがバーって走ってきて、そのままボーンって音をボーンって出しちゃう子が多いので、教えてるコーチとか親御さんは気をつけてほしいのが、できるだけ前行くときは着地静かにっていうのを言ってくださいね。でその時に重要なのが膝と足首ね。そこでどれだけ静かに行けるか。じゃあさ、ちょっとさ、フットワークからやってみたいと思います。ゆっくりじゃなくて後ろからここまで走ってきて、どれだけ静かに音を立てずにできるか。いきます。いいよ、1回目。どう？もっとダッシュ、もっとダッシュ。ちょっと音するね。ちょっと音するね。ここでさ、こうやって音が鳴る理由として、走っててさ、そのまんま前に出てるでしょ？だから、走ってきた時にちょっと最後の一歩の時に上にポーンってちょっと左足で蹴ってみて、そうそこでちょっとジャンプすることによって少しだけ音を軽減することができますし、自分の体重を柔らかく使うことができます。走ってきてそのままこうやって止まるよりはちょっと左足で蹴って自分でスピードを殺す、できそう。はい、じゃあやってみてください。で最後の一歩だけ、もっと左足蹴れる、もっと左足で蹴って、ここを触ってみて、左足で蹴って、そう、でその時に静かに右足で膝と足首を使って、そう、一回、そう、オッケー、そう、音全然しなくない？これを走ってきながら左足でちょっとポンと浮かせることで柔らかく着地できるから、もう一回やってみよう。ここね、ここタッチ、うん、走ってきながら、もうちょい、もうちょい、いけるいけるいける、左足でしっかり蹴って、そう、オッケー、今のいいよ、今のいい、走って、あ、今の左足で蹴れてない、じゃあちょっと私がやってみようかね。で、どうやってこうやって走ってるじゃん、こうやって。でも本当の試合とかここに来るなんて決まってないじゃん、だから真ん中でちょっと止まった方がいいんだよね。だからこうやって、こっちにステップを踏んで、わかる、今相手はでこうなってね、じゃなくて左足でしっかりと、
来る。ちょっと大げさにするとこういうじゃなくてこうやって上がる感じ。やってみようか。 OK。 今のそう、良くなってきた。じゃあ実践でやってみましょうか。息が上がりました息が上がっちゃったじゃあ今やってきたことを動いてより試合に近いようにやっていきたいと思います。覚えてるね。手の力は、そう、手の力を抜くこと。そしてラケットの面は手首より、そう、下でしっかりと前に、そうそう、これが横にならないようにすること。足は静かに着地すること。これ先ほどポイントね教えたんですけど、一つもっともう一個ポイントがあるとしたら、静かに着地するためにはラケットを持ってる方の足をしっかり上げるとより静かにできるから、やってみて。下高く上げて、そう、お、力入れないよ。おー、ナイスヒット。オッケー、右足しっかり。おー、すごい。後ろから走ってきてやってみる、ね、やってみようか。次は後ろから走ってきて前でヘアピンしてもらいたいと思います。もうこれはまとめですよ。まとめね。いいよ走ってきて、ナイス、オッケー、そう、いいよ、足音もいいよ、しっかりね。まだ走ってきて、よしよし、いい。あとはもう少しね、踏み込んだよ。そうそうそう、入らないなって思った時はここでね、一つ入らないなって思った時に手で押すんじゃなくって足をしっかり踏ん張る。そう、音は静かだけどしっかりと重心を前に、これを意識してみて。手の力を抜いて、はい、ナイスネット、オッケーオッケー、あ、今のいい、いい、今のナイス、入り方はナイス、オッケー、ナイス、惜しい、いいよ、でもいい、入り方めちゃくちゃいい、ナイス、ナイスネット、そうそうそう、足音も全然しなくなってる、ナイスネットすごい、そう、100点、今の100点、今の100点、そう、100点よ、 OKOK、今100点って言ったのめっちゃ100点だって柔らかくさ、こうなんかふわーんって入った瞬間、はい、じゃあ今日は愛ちゃんにバック前のヘアピンの打ち方を教えてみました。大事だったこと3つありました。1つはラケットの握り方のところは緩くね、そう、緩く持つことで、ここのヘッドは、そう、手首よりも少し下げるね、下げること。そしてこれが横に、手首よりも横にならないようにすること。そして最後が足は、そう、足元着地するときに静かに足をつくことでヘアピンが短くなるので、これからも忘れずに意識してほしいなというふうに思いました。
やってみてどうでしたか？すごく自分でもバック前がうまくなって、ね、最後めちゃくちゃ短かったよね、ネット。もう本当にシングルスの時、あのヘアピンを短く打ってたら、あと上がってくる確率が高くなるから、もうあ、いいヘアピンがいったと思ったらすぐ下がればいいからね。小学生の時は特にぜひやってみてほしいなと思います。楽しかった？はい、また機会があったらぜひ教えていきたいし、また一緒にバドミントンしよう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ、またねー。